の指をブル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 ってやってください。すげえか。うお、おはようございます。いや、今日またよろしくお願いいたします。また今日はいっぱいですよ。また早起きしたの？早、そうですね。え、大将今日何時起きですか？5時半。5時半はい。おー、失礼します。真っ暗なお店で。グッバイ。まずは、区分けするところから始まります。じゃあすいません、今日よろしくお願いします。まず、縦地を。はい。いや、これも僕も本当に真似させていただいてます。そうですか。はい。まずここら辺がもう朝の絶対必要なグッズなんですよ。なるほど。ね、縦地と背鍋とボール。ザ、はい、ルボールを。はい、アジめっちゃいいっすね。そうね、一本釣りのアジだからね、今日は。カツオも腹で。腹だけしか僕は買わないって決まってる。カツオでも最近すごいいいですよね。カツオ今年は美味しいですかね。今日からこれです。新イカっすか？スニーカーの赤ちゃん、新イカですね。おお、今日初物で出ました。いくらしたんですか？めっちゃ高いんじゃない？値段ちょっと見てないね。いくらなんだろうね。初物だから高いよね。高いっすよね。あー、岩垣。椿。あ、これいいっすよ。めっちゃ美味しいっすね、これ。超美味しい、これ。うちも使ってます、この椿っていう。ね。これが、これがその。新子だ。はい。あ、ちょっと大きくなってきてよかった。ちょっと大きくなってきましたね。三貫付きぐらいですか、それだと。そうですね。これだと三枚付ければ大丈夫。今はもう本当この時期しかないですもんね。はい。いやー、これ見たかったなぁ。すげえ嬉しい。新子と新イカが重なる時期はね、はい、さすがにちょっとあれだね。そうっすよね。はい。あ、若い衆欲しいなぁと思うんですよ。そうっすよね。で、全部自分でやんなきゃ。おっ、大きいね、この。白イカ。白イカですね。いや、今回はこのイカの仕込みがどうしても見たくて。はい。はい、あ、でもものすごくいいですね、大きくて。プリプリですね。いい色ですね。はい。全部いいですね。白イカ。大体の飲食店の人ってその、ね、イカの仕込みが手こずるんだよね。イカはそうですね、そんなに得意じゃないですね、うん、はい、しっかりすると無限に出てくる繊維みたいなのよ。そうなんですよ。そこがポイントだね。ダンドリガーマです。何々をしながら何々をするっていうのは絶対的な基本があるからね。この新イカの仕込みはなかなかこう時間がかかるんですよ。スニーカーの赤ちゃんだから、はい、ここに必ずこういう、うんうんうん、ね、骨に近いのがあります。ゲソと本体を離しました。はい。ここで一回外側を抜いておきましょう。はい。つまりこういう状態になります。はいはいはい。あ、エンピラは特に使わない。はい。ああ、なるほど。まずは外側の外側をエンピラ持って、あ、そのまま抜くね。外の袖一枚側も取れてると。そうですね、外側はもう終わってるので、後でゆっくりと
内皮を2枚取りましょう。2枚な。2枚。あ、そっか。こっち側と、こっち側に薄い白い皮があります。はいはいはい。ね。それは後で。まずは外皮です。今日は7杯ぐらいだけど、はい、これが30、40あるとなかなかね、ちょっとしびれてきますよね。そこそこ時間かかるんですよ。いやでもめちゃくちゃ早いですよ。進化やりますけど、うちも進化もやる？やりますね、うん、でもやっぱこのぐらいのサイズの方がうまいですよね。そうね、3枚漬けとかだとちょっと微妙、うん、なんかあのサクっていう感じがしますよね。まずはここまで水を切っていきましょう。あ、ちょっと余分な水切るんですか。はい、次いきます。はい、イカシリーズです。白イカいきます。このエンペラーをとエンペラーの間に指を挟むんです。はい、そうするとエンペラーをもう瞬間で取ります。はいはいはい。で、ここさっきのイカと一緒で外皮を外します。はいはいはい。内皮までついてます。まだこれ内皮ついてます。そうするとこういう状態です。はいはいはい。結局この皮を外すんです。はい。で、今度ゲソと、もうそっか、外皮終わってるってこと。はい、もう終わっちゃってるんです。で、ゲソと本体がもう分かれました。はい。ここにプラスチックみたいのがあるので、はいはいはい、ここからここを一回外すとこういう状態になるんですよ。このプラスチックとイカがちょこっとだけ離れました。はい、ここでね、はいはい、指入れてこれを外すわけなんだけど、はい、ここに一回こう空気をこういうふうに入れてあげると、もう離れてるんです。ここぴったりくっついてるプラスチックとイカが離れたので、こういうふうにもう抜けちゃうんですね。はいはいはい、はい、無理やり取ろうとすると確かに切れますもんね、途中で。一回ここで親指で空気入れる、ずーっと空気入れてあげるんです。はいはいはい。あとはここのプラスチックの入ってたところが当然へっこんでいるので、はいはいはい、ここね、ここに筋を入れていきます。はい、今こういう状態です。ここもゲソも、このゲソのやり方がなんか、はい、空中でやってるんですもんね、位置、はい、で、ここに今もうイカの口ですね、はい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 、口のところにめがけてズバッと真ん中、はい、ここでちょこっとやって、ちょこっとやると目と目がもう開きました、はい、目と目と口、1、2、3です。はいはいはい、はい、これはもう3秒いらないですね。3秒いらないです。1、2、3なんだけど2秒で十分ですからね、はい、でここの綿を取って、ここいらない、はい、はい、こういう状態、1、2、3です今。はいはい、進化も一緒だけど、こっちの面と、はい、こっちの面に薄皮があります。はいはい、どのイカも一緒です。はい、ここを、きれいに取っていくんですが、ここに、実は、イカってね、はい、この薄皮が何枚も何枚もです、これ。はい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 、つまり、1枚って言ったけど、実は何層かになってるんです、これ。はい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 。親指で、ぐぐぐぐぐっとこう何回も何回もこすってると一番下の層に当たります。はい、こうやって一回無理やり取ってってください。そうするとこことここに層があるの分かるね。はいはいはい、わかりますね。はい、ここに、はい、こういうのを取ってってください。一番下の層から
表面取ってまた1枚取ってまた1枚取るっていうと、うん、何回も何回も二度手間になっちゃうんですよ。はい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 。一番下の皮のところにぶち当たれば、はい、ここもまたありますね。ああ、ありますね。はい、はい。こういうふうに。ええー、親指でできちゃうんですね。はい、これ、さらし使うと、さらしがぬるぬるしちゃうし。ああ、まあ確かに汚れます。さらしが汚れるだけなんですよ。こうやって慣れてると、親指だけで。ああ、ほんとだ。つるんつるんだ。はい、つるんつるんの最後の皮まで出たんです。はい、知らなかった。ここはもうつるつるです。はい。ね。はい。そうしたら、ここがポイントです。大体多くの人はここで失敗しております。はい。まず、ここにビヤビヤがあるので、はいはい、ここを一回面取りしましょう。はい。ここはいらないんです。ここも。ここら辺から、面取りしましょう。こんな感じで。おお、結構しっかり。ね。はいはいはい。そうすると、1、2。はいはい。はい。はい、次のポイントです。はい。ここの、ここあんまりこうやってるとここもったいないですから。はいはいはい。ただここも少なすぎると、はい。困っちゃうんです。ここ、何センチだろう。え、結構、2センチ近く。ね。大胆に行きましょうよ。なぜなら、この面取りしたやつも、はい、ここも捨てません、はいはいはい、ここでポイントです。ぐーっと下までやるとイカはいちゃいます、はい、薄皮1枚、おー、はいはいはい、薄皮1枚のところまで包丁を入れます。ここが一番の難関なんです、はい、ここでしっかりとできれば、はい、イカはもうスーッと仕込みが終わっちゃうんです。ここでいいですか、はい、一回薄皮一枚まで筋を入れました、はい、ここで一回上から、下に押さえてください。グッと押さえるんです、はいはい、でこの指を、はい、こういう風にブル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 ってやってください、はいはいはい、押さえつけました、はい、このまんまこうやってやるんです。はあはあ、そうすることによって、ひばりついてる皮が剥がれてるんですね、これすでに。ああ、なるほど。はい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 。ぴったりだったイカが、もうすでに少しずれてるんです、これで。ほんとだ。こうだったんですよね。はい。これが、こういう風になってるんです。ここが超ポイントなんです。押さえつけてグッ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 グ剥がしていくんです。すげえ。超。この時に第二のポイントです。はい。上に上げたらちぎれます。はい。ちぎれたら超厄介なの。はい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 。つまり絶対的に水平にこう。なるほどなるほど。もう押さえつけながらめくってってもいいぐらいです。こういう感じで必ず水平に引っ張っていってください。ここまでいったらもう。最後までいっちゃうんです、ね、はい、これは使います。あとはもう握るサイズに、あ、なるほど、これがこうやって握りになるわけです。なるほどですね、はい、あ、もうこれでいつも作取りされてるんですね。はい、ここでこれがもうネタケースに並んでいくわけです。なるほど。一連の動作を早くやります。ポイントはあんまりないですね。これは皮を剥がすだけですからね。ここではで、ここの外皮を取ります。ゲソと本体を剥がします。でここのプラスチックを取るんだけど、この時にここに栄養を入れて空気を入れて、空気を入れてあげればもう剥がれてるんです。おー、はい、これね、はい、
ていきます。一人で全仕込みだとこのスピードがないと無理です。はい、それがないとなる。だから慌ててはいいんだけど、下手なところで失敗すると余計時間かかっちゃうんですよ。はい、ゆっくりやるっていうところだけはゆっくりやらなきゃダメなんです、はいはい、こういうところは別にこう、ね、カットするだけだからいいんだけど、今のプラスチック取るとこだとか、ね、ああいうようなところは、そこも大事な部分でありますね。いやー、この親指で剥がすって初めて知りました。はい、そうするとここでまたどん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 こう剥がれていくわけです。ふう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 、ね、これをパッタカパッタカこう、ふう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 、慣れると、私が言ってるそのポイントがね、うんうんうん、はい、分かってきますよ。はい、こちらをおしまいね。これは最後、ニーカにするのでね、うんうんうん、ここは慌てるポイントじゃないんです。ここはじっくりと、そういうことですよね。薄皮一枚になるように切るのがポイントです。はい。で、押さえつけます。ここでブルブル。ここが一番のポイントじゃないかな。そうするともうずれてますから。ね。はい。ここまで取ればほぼ 99%。うまくいきます。ここで引っ張り上げたらその残りの 1% で失敗しちゃうんですよ。はい、気持ちいい。はい、気持ちいいんだ、うん、これどのイカでも結構いけるんですよ。はい、極めれば大丈夫です。結構アオリイカっていうのはねっとりするから、はいはい、身と皮が結構くっつき合ってるから、はい、すごく難しいイカなんだけど、この私が言ったポイントさえうまくマスターできれば、はい、なんてことない。なるほど、どのイカでも簡単にできます。知らなかったな。いや、いつもおしぼりとか使ってやってますもん。そうだね、こういう時、うん、まあその方がね、確かに。いや、でもこれも早いですよ、全然。そうかね、うん、僕はいつももう一人でやってるから、こうなるべく汚さないようにしながら、はい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 、側も全部抜けました。うーん、どれ薄皮、ちょっとやってみよう、ほんと、はい、これこの技法早いでしょ。早い。はい、ここで倒して押さえつけてブルブルです。もう剥がれた。ここまで行けば、もう私は失敗はしない。横にスライドさせるって感じですよね、はい、本当。絶対にここくっつけてよ、うんうんうん、ここまで行けばスーッと行く、ね、はい、イカで何十分もやっぱかかる人いるけど、ポイントが分からず失敗しちゃうんだろうな。やっぱ皮ですよね。もうちぎれちゃうから、もう、はいはい、途中からやって。
あとはでもアニサキスですよね、イカは。そうですね。アニサキス気をつけないとっていう。私はもうここで。美味しそう。つるんつるんで。ここで1、2の3っていうね。はい。こっちからですね。1、2、3ですね。1、2の3で。で、目と目と口。で、これ繰り返して、綿取って、取ると。ね。ゲソとゲソをこすり合わせるっていうのもやってます。やってますか？はい、あれもすごい綺麗に取れる。綺麗に取れますよね。はい。だいたいここに不純物が入るんですよ。で、それをこう、ゲソ同士で、こすり合わせると。めっちゃ綺麗になる。下手にね、こんなちょこちょこ取るより取れるんですよね。火入れシリーズが後でバーッとなるので、ね、エビが終わったら今度はゲソだとかホッキガイだとか、火入れシリーズが目白押しになっちゃうから、そこからね、超段取りが要求されるんだわ。ぬめりをきれいに掃除してあげて、黒い部分とぬめぬめを取ってあげます。 OK、 では新イカいきますか。これいきます。もう新イカの場合はゲソ一つ取っても結構大変よ。やっぱり仕込み方は一緒なんだけど、はい、1、2の3、ここまでは一緒なんですよ。はい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 。1、2の、もうこの時点でもう秒数が違っちゃってるもんね。確かにちょっと小さいから危ないですよね。そうそうそう。いやでも早いわこのやり方。ゲソの場合はね、あんまりこうなんつうの、塩もみした後に、はい、ぬめりが少ないから、あ、その点は楽なんだよね。はいはいはい。実はこれも仕込み方は一緒なんですよ。1、2、3終わった。はい。目と口、はい、で綿を取って、ここまでは同じなんです。これを全部まあ小っちゃいよなぁ、ね、新イカのゲソとかって何に使われるんですか？これも握りですか？握りとかもつまみなんかやったら最高ね。ああ、ちょっとだけ炙ったりしたらもう最高だわ。今日お出ししてあげますよこれ。ありがとうございます。この新イカのゲソはちょっと無敵にうまい。無敵にうまいっていい表現っすね。もう僕は新イカのゲソはしばらく飲めるね。あ、そうですか。それだけで。はい、これも。結構塩で。はい、これは大量の塩じゃなくて大丈夫です。はいはいはい。はい、ここで、はい、これ、下味が入りやすいからから。ちっちゃいから、そうですね、はい。はいはいはい。もう、少量の塩で、素早くいきましょう。イカの大きさに合わせて、塩の量を変えて。うん、そうです。そうですね、塩分入ってるね。ボイルしすぎると、はい、かなり硬くなっちゃうので、全部入れる理由は、はい、全部同じ大きさの新イカを買ってきたからできる。ああ、なるほどですね。大小があったら買いましょう。はいはいはい、はい、入れました。はい、もうあげます。もう揚げるんですね。もう揚げます。おー、いいよ。
あ、いや、もうしっかりと、いい硬さになってます。ああ、いい硬さですね。はい。秒単位です。はいはいはい。硬くしちゃダメですもんね。硬くしたらシリカはもったいない。ああ。これぐらいが一番美味しいんじゃないかな。今日の大きさで。はい。いやー、すげえ美味しそう。ね。で、次、本体です。これはさっきのイカとはちょっと同じようにはいかないので、はいはい、これも、ちょっと面取りします。面取りします。で、この点々がついている方向の方に、先ほどと同じように、新幹線。新幹線をやります。でこれも皮一枚。はいはい。でこれはこれはブルブル必要ないです。もうこの時点で。超綺麗。この時点でこういう風になってます。はい。美味しそうしかも。ね。ところがこっち側の皮もあります。はい。こっちの皮の皮も。もうこの段がなってます。ここの、うんうんうん、これが。残ってますよっていう合図なので、うんうんうん、上の方からゆっくりと引っ張っていきます。なるほど。いきます。ここは面取り。まずは面取りです。はい。これを点々がついた方向で、はい、ここも薄く筋を入れます。でひっくり返すと皮一枚。はい。これの場合はもうブルブルいらないね。おお。この時点でもう剥がれております。これも横にスライドな感じで。そう、これもこうしてるけど、はいはい、ぴったりくっついてってるからね、こうやってね。はい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 。綺麗。はい。ここは慌てるとシリカの場合難しいからね。はい。ひっくり返したこっち側の薄皮も剥がしていきましょう。はい、全部親指でいっちゃうんですね。全部親指でいっちゃうね。はい。そうですね。柔らかいから。うん。そう、無理して引っ張っちゃうと切れちゃうからね。切れちゃいますもんね、しんさん。はい。両面できました。ね、これが握る際に、いっぱいで握ることができるんです。さっきのイカは、美味しそうな。失礼しましたね。美味しそう。もうこれとろけちゃう、もうすごいイカなんでね。でも仕込みに時間かかりますよね、はい、ね、これセットで出すと嬉しいよね、はい、イカで一杯出してこれがゲソですからこれとこれが一杯なわけだからそうですよね ね食べるの一瞬ですもんね食べるの一瞬だからねこう一気にいきますはい動きが全部一緒ですもんね確かにそうか向きも大事って、はい、どうしたら全てテンポでいくからねへえ超綺麗さんのここが一番メインの仕込みですもんねそうここやっぱりどの仕事もそうだろうな仕込みでどうね、はい、一生懸命あれ費やすかで、はい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 、全てが決まっちゃうね、はいはい、下手にねシニカの場合はね、はい、やっぱ指の方がいいと思うよさらしでやるとこれちぎれちゃうと思うな
乾いたさらしとかでやったらもう身を引っ張っちゃうわけだから、瞬間で壊れちゃうと思う。繊細なイカですね、確かに。肌でこうやって感じながら、このイカはね、本当に喜ばれますよ。出始めですもんね、本当。はい。OK。まずはイカが終わりました。つるんとした。その絵いいですね。じゃあ。この時期は皆さん楽しみにしてるから、あ、そっかそっか、背開き僕って言うんですね、その包丁スーンっていうのがかっこいい。